現実お願いします。今日ですね、3月のお気に入りを皆様にご紹介していきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、ということで本日は3月の購入品でお気に入りのアイテムを皆様にご紹介していきたいと思います。中にはそのブランドどこなんですかってコメントたくさんいただいてたものや、あとはあえて今日まで紹介を控えてたものを今日はとことんご紹介していきたいと思います。で、まあ、3月上げてきた僕のコーディネートがこちらとなっております。はい、ということで、まあ、いろんなものを紹介してきました。でなんですけども、今回こちらの動画でご紹介するアイテムは結構ね高いものが出てきます。ですので、まあ、言っちゃえば参考にならないものの方がもしかしたら多いかもしれませんが、日頃の動画とか SNS 上げた時にそれってどこのスターですか、どこのサングラスですかって言われるものが結構多かったので、そちらをね今日は思い切ってする動画でご紹介しようかなと思いますし、全くねこの動画で話す予定なかったんですけども、こちらの動画でね結構僕強く思ったのが、もう好きなものを紹介しようと自分の中で強く決心して、非常にねこちらの動画で皆さんのコメント助かりました。ありがとうございます。ですので今回はほんのり価格が高いものが出てきますので、あらかじめご了承ください。ということで早速ご紹介していきまーす。まずはじめにご紹介するのがこちら、オーラリーのセットアップでございます。こちらねパンツと一緒に購入したものなんですけども、価格が上が39,000円ぐらいで、パンツが20,000円ぐらいでね、すごいちょっとね価格が張るセットアップでございます。まだこの季節ちょっとね正直寒いんだけども、非常にね暖かい時なんかはセットアップで白スニーカーと合わせたりとか使ってて、こう気分踊るって意味でしたので、今回お気に入りでご紹介させていただきました。っていうのだと遠目で見たら、まあ、グレーなんですよ。なんですけども近くで見るとオレンジだったりとか、あと青い線がほんのり入ってるんですね。とかあとは12種類の糸で縫われているらしいです。ですのでこう近くで見るともうねいろんな糸があってすごくね可愛らしい縫い方で、近くで見るともうね48時間ぐらいね見てられるのよこれ。それぐらいすごく可愛らしくてお気に入りでございます。でこちらの細かいね紹介に関しましてはこちらの動画でご紹介しているので、よかったらそちらご覧ください。そして次のお気に入りのアイテムがこちら、カイコのサングラスでございます。はい、かけるとこんな感じでございます。ちょっとねライトがあるので白くなっちゃうんですけども、まあ、グレーのこのシャツアウターと合わせてるので、ちょっとねヤンキーというか闇金業者感が出ちゃうんだけども、非常にねこう雰囲気のあるアウターとかと合わせればメガネのね可愛さが非常にあって、すごくねお気に入りでございます。ていうのとあとね、俺結構丸メガネっぽいものにハマってて、まあ、こちらの動画で紹介しているものなんですけども、結構この形的には気に入ってたんですけども、丸っぽいものじゃなくて四角っぽいものですね。ボストン風ティーンズでしたっけね、あんまりその名前忘れちゃったんですけども、すごくお気に入りで、基本的にはあんまりこのねサングラス正直あんまかけないところではあるんですけども、たまにこう気分が上がった時なんかはかけちゃうものでございます。で、こちらの価格が14,000円ぐらいで買いました。で、今ドドタウンでは売り切れちゃってるみたいでございます。で、次のお気に入りのアイテムがこちら、ビリーのスマホケースでございます。よく紹介しろよと思うじゃん。今ねちょっと目が入ったのでご紹介するんですが、見てていくよ。はい、超ね簡単にくっつくのよ。で、俺バンガーリングもう大好き人間だったのなんですけども、こちらのはなんかバンガーリングいいやつというか手にもくっつくんですよ。なんならなんでしやすくてお気に入りでございます。で、別にあんまねこれ使う時ないんだけども、なんつうんだろうな、これお風呂場の時にお風呂上がった後に鏡を横ら辺につけていて YouTube 流しながらドライヤーやったりとか、すごくねこう楽しい空間が作れるのでおすすめでございます。めちゃくちゃいいですねこれ。そして次にご紹介するのがこちら、エルハリウッドのコートでございます。こちらのコートめちゃくちゃ気に入ってて、僕ねこちら購入する前にこう N ハリウッドのコレクションのねこう写真を見る機会がありまして、でこちらの、ね、コート以外にもこうパンツだったりとか、あとはジャケットとかさまざまなものにこうグレンチェックが反映されたものがあって、すごくね可愛いなと思ってたんですよ。で、先日こうウーム行った後にこう N ハリウッドの、ね、六本木店に行った時にこちらのコートがあって、すごくねこうオーバーサイズドロップショルダーですごく可愛かったので、 N ハリウッドの説明になるんですが、デザイナーが小花大輔さんっていう方なんですけども、2000年に立ち上げて2002年にコレクションを発表しました。で、2011年にニューヨークで発表の場を移してるんですけども、ドメスティックブランドでございます。で、僕ねチェックのコートっていうのをオーシバルのねコートを持ってたんですけども、そこまで、数多くのコートを持ってなかったので、今回ねすごく新しい試みで今回購入してみました。っていうのだとリドムのスタッフの方でこちらのね古着のコートを持ってる方がいて、すごいね可愛いんですよこちらの古着のコートが。で、僕もね古着のコートでチェックで
てロングコートのやつが欲しいな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 と思った時にこちらのね N ハリウッドのコートを購入しました。で今回こちらのコート以外にもセットアップのアイテムとか非常にね可愛くてなぜか今 N ハリウッドにねめちゃハマりしてて大好きでございますし今後もねもしかしたら色々買っていくと思いますのでそちらお待ちください。で今回こちらの価格がね結構なビッグプライスでございまして価格が77,000円ぐらいでございました。ファッション YouTuber たるものいろんなものをね買ってまあいろんなものを自分の中に吸収したいなっていうことで今回ね思い切って購入しました。まあ全部が全部そんなね高いものを買いまくってるわけではないんですけども非常に可愛らしくて今回購入しました。でポケットのところとかもねすごい広いんだよね。なんでまあ今後のこちらのねコートのコーディネートとかこうガンガンウェアに載せていくのでよかったらそちらチェックしてみてください。そして次のアイテムがこちらコットンクルーネックセーターでございます。これ以前こちらの動画で紹介したんですけどもユニクロ U の T シャツでございます。でこちらの動画でねご紹介した後にやっぱりもっといろんなカラー欲しいなってパープルのものだったりとかあとはグレーもね追加で購入しました。めちゃくちゃ肌触りも良くてねすごくお気に入りで価格が2990円なんですよ。超安い。で着てみるとこんな感じでございます。せーの、はい、いかがでしょうか。今回今僕は L サイズを着ています。ですのでビッグサイズの T シャツよりかはほんのり小さいけどちょっとほんのり大きいサイズを着ています。はい、先ほどのねシャツを着るとこんな感じで白いやつとね合わせた方が多くの方から受けると思うんですけども中の色をねパープルにすることによって非常に新鮮味のある合わせ方になります。なんですごくお気に入りなのとまあ正直ね暑いのでまあそこの部分ではどうなるのかなこの先ちょっとね心配なところではあるんですけども非常にね着てて気持ちいいですね。そして最後にご紹介するのがこちらエンダースキーマーの厚底の靴でございます。めちゃくちゃ可愛いですね。でこちらのコーディネートでも着ている革靴でございます。今回こちら3月に購入したものじゃないんですけどもここ最近めちゃくちゃ履いてて履いてるとその靴可愛いねなんて言われて非常にねなんだろうその褒められるとやっぱり人間嬉しくてどん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 この靴ね好きになっていってます。正直ね他の靴に比べればすごく歩きづらいというか厚底なので足がねたまに突っかかるんだけどもでもね見た目的にすごく可愛くてお気に入りでございます。でさらにコーディネートにはどこかしらに白があってほしいんですね。僕はどこか清潔感をプラスされてコーディネートもねウェアやずっとやってるのでその色の配色すごい気にしちゃうんですよ。でその中でここのね白があるんですよ。革靴なのに白がある。それですごく僕の中でポイント高くて革靴を履いた時はどこかしら革靴以外のところで白を持ってくることが多かったんですけども今回こちらね、まあ、前から見たら白ないんだけど後ろの部分で白があるのでコーディネートでもね結構使いやすいんだよね。だからすごくお気に入りなんとあと僕ねドクターマーチンの動画でも言ってるんですけども厚底がねまあ好きなんだぜって感じで実際もうなんだろう何センチなんだろうな7センチぐらいで身長が盛られるんですよね。なんでもっともっとねこう空に近づきたい太陽や雲に届きたいねハッピーな源氏なんで何を言ってんだろうということですごくねお気に入りな靴でございます。はい、で価格がちょっと高くて6万円ぐらいで購入しました。高いね高いんだけども今はね本当勉強の時期だと思ってて、まあ、いろんなアイテムを自分の中に落とし込んで果たして一周してみて何が好きなのかっていうところを自分の中の価値観として探りたいの。だからもう自分探しの旅に出てんだよね正直今。なんか今までは王道のコーディネートいろんなところしてきてそれがね自分でも大好きだったし今でもねそういった王道のコーディネートやベーシックなコーディネートが大好きなんですけどもとりあえずいろんなものを自分の中に落とし込んでみようというのが今結構ね自分の中で固い決意があって今回こちらも購入しました。めちゃくちゃいい。かわいい。あとわかるかな、ここヘビ柄なんだよね。同じ革でもここの革とここの革がここの革も全部違うの。なんでね非常に手の込んであるアイテムだなと感動しております。さらにこのかかとの部分なんですけどもスウェード素材になってるんですよね。なんでかかとがずり上がらなく支えてくれるのでこの靴重いんですよ。まあまあ重い、まあまあ重いんだけども着ないでくれるのが非常に嬉しいですねって感じでございます。ということで今回の動画めちゃくちゃ長くなっちゃったと思うんですけどもいかがだったでしょうか。過去最高金額だったんじゃないかな今まで僕がご紹介した総金額。なんでまあプチプラのね動画が好きだよって方からしてみれば価格の高い紹介になっちゃったと思うんですけども今回ちょっとね真新しいものを紹介したいなっていう気持ちもありましたので本日ご紹介しました。ではこちらの動画少しでも新しいなと思ったりいいなと思ったらぜひ高評価グッドボタンよろしくお願いします。そして現在年内中に50万人を目指してますのでぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上源氏でした。バイバーイ。なんだこのエンディング。じゃあねー。